滅。おっと、俺はただの見物人だ。今日はどうしても自分の手でやりたいって。こいつがな。シンが？そういうことだ。サンクトス・チェインと聖杯共にもらい受ける。やってみろよ。確かにあんたは強い。だけどホムラも光も絶対に渡さない。強いな。だが言葉だけだ。お前がそれを望むのならば、言葉ではなく自らの力で示してみせろ。奴ら最大の弱点だ。無駄なあがきだ。俺の力は全ての素粒子を操作する。素粒子だって。故に己の肉体を高速度まで加速させることもたやすい。どれだけ先を予測してもその後に動くのはお前自身。所詮俺の敵ではない。光！まだ大丈夫。レックス、真の動きを止めるわ。光の速度には光の速度よ。わかった。みんな巻き込んだらごめん。よーし。やったか。言ったはずだ。俺の力は素粒子の操作。天の聖杯の攻撃の正体は加速させた粒子エネルギー。そしてそれは重粒子ゆえ、わずかに光の速度に及ばん。あとは見ての通りだ。そんな光の攻撃が。シン、終わりだ少年。無人剣。人工ブレードだもん。それで
あの時バーンの工場に好きにさせるか！メルフ様！ほう、近くで見るとかなりの別品さんだな。殺すのがもったいないぜ、あんた。はがせ！やめろ。まだ意識があったとは驚きだ。安心しろ、その胸のコアクリスタルをえぐり取れば楽になれる。こんなところで俺は楽園に行かなきゃ世界の答えを見つけなきゃならないんだ。世界の答えか、そんなものはどこにもない。やめて。あなたの目的は私のはず。レックスたちは関係ない。おほー、こいつは泣けるね。愛しい彼女が命乞いかい。茶化すな、サタ。こいつは真剣勝負だ。剣を引いて、死でなければどうするというのだ。私を消滅させます。ホムラ？私が消えれば困るのはメツ、あなた。気づいてやがったか。さすがだな。だがどうやって自分を消し去る。今のお前にそんな力が。試してみます。驚いたな、そんなゲートができたとは。どういうこと？あいつ自ら光のデバイスを制御してやがる。彼女の覚悟がなせる技ですか。やってみろ。先ほどと同じように俺の力でかき消すだけだ。そうですね、粒子砲ならそれも可能でしょう。でもこれは照準光、その速さは光と同じ。そしてほんの少し出力を上げるだけでブレイド一人を消滅させるには十分な威力となります。お前、次に合図を送れば私の体はこの世界から消滅する。あなたが動くより早く。どうします、シン？意外だな、天の聖杯であるお前がそんなことを言い出すとは。楽園への扉、お前が開いてくれるというのか。それがあなたの望みならば。やめろホムラ、こいつらは。シン！よかろう。
ごめんなさい、レックス。ホムラ、なんで。今頃気づいたのか、自分のブレイドがこれほど傷ついているのに、お前は自分しか見えていない。天の聖杯と同調した少年、どれほどかと期待すらしていたが、お前は愚かだ。愚かで悲しいほど暴れた。ホームラン。